プロパガンダとは、特定の思想、世論、意識、行動へ誘導する意図を持った行為のことである。通常情報戦、心理戦もしくは宣伝戦、世論戦とは訳され、しばしば大きな政治的意味を持つ。最初に、プロパガンダという言葉を用いたのは、1622年に設置されたカトリック教会の不教商賞の名称である。ラテン語のプロポガーに由来する、 あらゆる宣伝や広告、広報活動、政治活動はプロパガンダに含まれ、同義であるとも考えられている。利益追求者や利益集団、中でも人々が支持しているということが、自らの正当性であると主張する者にとって、支持を勝ち取り維持し続けるためのプロパガンダは重要なものとなる。対立者が存在する者にとってプロパガンダは武器の一つであり、自制力や、 その行動の支持を高めるプロパガンダの他に敵対勢力の支持を自らに向けるためのもの、または敵対勢力の支持やその行動を失意させるためのプロパガンダも存在する。本来のプロパガンダという語は中立的なものであるが、カトリック教会の宗教的なプロパガンダは敵対勢力からは反感を持って語られるようになり、プロパガンダという語自体が軽蔑的に扱われ、嘘。 歪曲、情報操作、心理操作と、同義と見るようになった。このため、ある団体が対立する団体の行動、広告などを、プロパガンダであると主張すること自体も、プロパガンダタリュるル。また、プロパガンダを思想用語として用い、積極的に利用したウラジーミル・レーニンと、ソビエト連邦や、国家社会主義ドイツ労働者等と、ナチスドイツにおいては、情報統制と組み合わせた。 大規模なプロパガンダが行われるようになった。そのため西側諸国では、プロパガンダという言葉を一種の反民主主義的な価値を内包する言葉として利用されることもあるが、実際にはあらゆる国でプロパガンダは用いられており、一方で国家に反対する人々もプロパガンダを用いている。あらゆる政治的権力がプロパガンダを必要としている。 なお市民的及び政治的権利に関する国際規約は戦争や人種差別を先導するあらゆるプロパガンダを法律で禁止することを定約国に求めている。報酬の有無を問わずプロパガンダを行う者たちをプロパガンディストと呼ぶ。プロパガンダには大別して以下の分類が存在する。アメリカ合衆国の宣伝分析研究所はプロパガンダ技術を分析し、 次の7手法を挙げている。ネームコーリングマイナスレッテルバリ。攻撃対象をネガティブなイメージと結びつける。カードスタッキング自らの主張に、都合のいい事柄を強調し、都合の悪い事柄を隠蔽、または劣像だと強調する。バンドワゴンその事柄が世の中の崇勢であるように宣伝する。人間は本能的に集団から阻害されることを恐れる、性質があり、 自らの主張が世の中の数勢であると錯覚させることで引きつけることができる。証言利用から信憑性があるとされる人に語らせることで自らの主張に説得性を高めようとする。平凡かその考えのメリットを民衆のメリットと結びつける。転移から何かの威信や非難を別のものに持ち込む。例えば愛国心を表彰する感情的な転移として国旗を掲げる。 華麗な言葉による普遍化対象となるものを普遍的や道徳的と考えられている言葉と結びつける。また、ロバート・チャルディには人がなぜ動かされるかということを分析し、6つの説得のポイントを挙げている。これは、プロパガンダの発信者が対象に対して利用すると大きな効果を発する。変法性から人は利益が得られるという意見に従いやすい。 コミットメントと一貫性から人は自らの意見を明確に発言するとその意見に合致した要請に同意しやすくなる。また意見の一貫性を保つことで社会的信用を得られると考えるようになる。社会的証明から自らの意見が曖昧な時は人は他の人々の行動に目を向ける。好意うう人は自分が好意を持っている人物の要請には イエスという可能性が高まる権威人は、対象者の肩書き、服装、装飾品などの権威に服従しやすい傾向がある。希少性から人は機会を失いかけると、その機会を価値のあるものであるとみなしがちになる。ウィスコンシン大学広告学部で初大学部長を務めた W.D. スコットは、次の6つの広告原則を挙げている。訴求力の強さは、 その対象が存在しない方が高い。キャッチコピーはできるだけ簡単で衝撃的なものにするべきである。訴求力の強さは呼び起こされた感覚の強さに比例する。動いているものの方が静止しているものより強烈な印象を与える。注目度の高さはその前後に来るものとの対比によって変わる。対象を絞り、その対象にわかりやすくする。注目度の高さは 目に触れる回数や反復数によって影響される。注目度の高さは、呼び起こされた感情の強さに比例する。J.A.C. ブラウンによれば、宣伝の第一段階は、注意を引くことである。具体的には、激しい情緒に囚われた人間が暗示を受けやすくなることを利用し、欲望を喚起した上、その欲望を満足させうる者は、自分だけであることを暗示する方法をとる。 またイル・ローエンタール、N ゴッターマンは、先導者は不快感に引きつけられるとしている。アドルフ・ヒトラーは、宣伝手法について、宣伝効果のほとんどは、人々の感情に訴えかけるべきであり、いわゆる知性に対して訴えかける部分は最小に、しなければならない。宣伝を効果的にするには、要点を絞り、大衆の最後の一人が、スローガンの意味するところを理解できるまで、 そのスローガンを繰り返し続けることが必要である。と、感情に訴えることの重要性を挙げている。また、大衆は小さな嘘より大きな嘘の犠牲になりやすい。とりわけそれが何度も繰り返されたならばとも述べた。杉野定香は、説得的コミュニケーションによる、説得の達成、リアリティの形成、情報環境形成という三つの概念を提唱している。また、 敵対勢力へのプロパガンダの要定は絶妙の情報発信によって相手方の認知的不協和を促進することであるとしている。有志以来政治のあるところにプロパガンダは存在した。ローマ帝国では皇帝の名を記した多くの建造物が作られ皇帝の権威を市民に見せつけた。フランス革命時にはマリー・アントワネットが パンがなければお菓子を食べればいいじゃないと語ったとしたもの、物や首飾り事件に関するパンフレットがばらまかれ、反王家の機運が高まった。プロパガンダの体系的な分析は、アテネで紀元前6世紀頃、修辞学の研究として開始されたと言われる。自分の論法の説得力を増し、反対者への逆宣伝を計画し、デマゴーグを看破する技術として、修辞学は古代ギリシャ。 古代ローマにおいて大いに広まった。修辞学において代表的な人物はアリストテレス、プラトン、ヒケロラが挙げられる。古代民主政治ではこれらの技術は必要不可欠であったが中世になるとこれらの技術は廃れていった。テレビやインターネットに代表される情報社会化はプロパガンダを一層用意で効果的なものとした。わずかな費用で多数の人々に 自らの主張を伝えられるからである。現代ではあらゆる勢力のプロパガンダに触れずに生活することは困難なものとなった。プロパガンダは独裁国家のみならず民主主義国家でも頻繁に行われる。写真は第二次世界大戦中にドイツ、日本の数軸軍を自由の女神を破壊する悪魔として描き戦争の大義を解こうとするアメリカ合衆国のポスター。 どうにも止まらない。この怪物を止めろ。限界まで生産せよ。これは、あなたの戦争だ。と呼びかけている。国家による大規模なプロパガンダの宣伝手法は、第一次世界大戦期のアメリカ合衆国における広報委員会が行使とされるが、ロシア革命直後のソ連で急速に発達した。レーニンは、論文でプロパガンダは、 教育を受けた人に協議を吹き込むために歴史と科学の論法を筋道立てて使うことと、先導を教育を受けていない人の不平不満を利用するための宣伝するものと定義した。レーニンは宣伝と先導を政治闘争に不可欠なものとし、宣伝先導という名でそれを表した。10月革命後、ボリシェビキ政権は人民に対する宣伝機関を設置し、 第二次世界大戦後には、社会主義国に同様の機関が設置された。また、ヨシフ・スターリンの統治体制は、アブドゥル・アハマン・アフトル・ハーノフによって、テロルとプロパガンダの両輪によって立っていると評された。1930年代に、ドイツの政権を握った国家社会主義ドイツ労働者党は、政権を握る前から宣伝を重視し、ヨーゼフ・ゲッペルスが創刊した、デア・アングリフ・カミヤ、 フェルキッシャー・ベオバ・ハター氏による激しい言論活動を行った。また膨大な量のビラやポスターを貼る手法や突撃隊の更新などはナチス党が上り調子の政党であると国民に強く印象づけた。ナチ党に対抗した宣伝活動を行ったドイツ共産党のビリー・ミュンツェンベルクは著書武器としての宣伝において秘密兵器としての宣伝がヒトラーの手元にあれば 戦争の危機を増大させるが、武器としての宣伝が広範な反ファシズム大衆の手に、あれば、戦争の危険を弱め、平和を作り出すであろうと述べている。ナチス党が政権を握ると、指導者であるアドルフ・ヒトラーは、特にプロパガンダを重視し、ゲッペルスを大臣とする、国民啓蒙、宣伝省を設置した。宣伝省は放送、出版、絵画、彫刻、映画、 歌、オリンピックといったあらゆるものをプロパガンダに用い、ナチス党によるドイツとその勢力圏における独裁体制を維持し続けることに貢献した。第二次世界大戦中は国家の総動員体制を維持するために、日本やドイツ、イタリアなどの数軸国、イギリスやアメリカ、ソ連などの連合国を問わず、戦争参加国でプロパガンダは特に重視された。終戦後は、 東西両陣営の冷戦が始まり、両陣営はプロパガンダを通して冷たい戦争を戦った。特に宇宙開発競争は陣営の優秀さを懸念する代表的なものである。1950年代、中華民国政府が反共文芸を推奨し、趣旨に共鳴した中華文芸賞金委員会が活躍していた。コーポレートプロパガンダは企業がその活動や ブランドイメージに関する市場、消費者意見を操作するために行うプロパガンダの一種である。特定の人間がその企業の製品やサービスに対して支持を表明することで、社会における好意的な印象形成に影響をもたらす。このようなコーポレートプロパガンダについて、ジークムントフロイトの老いであるエドワード・バーネーズは、著書、プロパガンダの中で詳細に解説しており、また、 一般大衆の季節差についても歯に衣着せず言及している。バーネーズは大衆向けのイベント、メディアや有名な俳優などを対応し、その影響力を駆使して、大衆の意思決定を操り、大衆行動をクライアントの利益に結びつけてきた。おじであるフロイトが示唆した人間の潜在的な欲求に関する心理学理論を駆使し、バーネーズは人々に現実的には 何の利益もない商品を一般大衆が自ら買い求めるように仕向けることに成功し、そのプロパガンダの手法を進化させていった。現実に今日多用されているような有名人の広告への寄与や実際には偽科学的だが一見科学的な主張のように見える意見を利用した広告など悪意的な現在の大衆操作に関する知識の多くは、 バーネーズの開発したミーム論を利用した広告戦略に基づいたものであり、彼の著書自我の世紀にその手法の多くが言及されている。大衆の世論操作に際してのプロパガンダの有効性について、バーネーズは次のように述べている。もし我々が集団心理の仕組みと動機を理解するならば、大衆を我々の意思に従って、彼らがそれに気づくことなしに制御し、 組織化することが可能ではないだろうか。プロパガンダの最近の実践は、それが可能であることを証明してきた。少なくともある地点まで、ある限界の範囲内で。エドワード・バーネーズ企業プロパガンダは、一般的に遠極的な表現として、広告、広報もしくは、PR とも呼ばれている。宗教組織や企業、 政党などの組織に比べて、強大な権力を持つ国家によるプロパガンダは、規模や影響が大規模なものとなる。国策プロパガンダの手法の多くはナチス体制下の、ドイツ、大東亜戦争直前、戦中の日本、太平洋戦争直前、戦中のアメリカ合衆国、革命下のロシアやその後のアメリカ合衆国、ソビエト連邦、中華人民共和国など全体主義、 社会主義の国のみならず、資本主義諸国でも発達した。社会主義国や独裁国家では、情報活動が国家によって統制、管理されることが多いため、国家による国内に対するプロパガンダは、効率的で大規模なものとなりがちである。どのような形態の国家にもプロパガンダは多かれ、少なかれ存在するものだが、社会主義国家やファシズム国家、 開発独裁国家など情報を国家が集中して管理できる国家においては国家のプロパガンダの威力は強大なものがある。また特定のグループが政治権力とメディアを掌握している国でも同じことが起こる。こうした国家では国家のプロパガンダ以外の情報を入手する手段が著しく限られプロパガンダに虚偽や歪曲が含まれていたとしても他の情報によって 情報の精度を判断することが困難である。さらに、こうした国家では教育とプロパガンダが表裏一体となる場合がしばしば見られる。初等教育の頃から国民に対して政府や支配政党への支持、ナショナリズム、国家防衛の思想などをすり込むことにより、国策プロパガンダの威力は絶大なものとなる。しかし、こうした国家では情報を統制すればするほど、 また国内向けのプロパガンダが効果を発揮すればするほど自由な報道が保障されている外国のメディアからは疑惑の目で見られそのプロパガンダが外国では全く信用されないという入り現象も起こりうる。また国家のプロパガンダは国家、政府機関、政党などが直接手がけるとは限らない。民間団体や民間企業、個人が自主的、受動的、または 無意識に行う例もある。大衆の需要能力は極めて強量であり、理解力は小さい代わりに忘却力は大きい。この事実からすれば、すべての効果的な宣伝は、要点をできるだけ絞り、それをスローガンのように継続しなければならない。この原則を犠牲にして、様々なことを取り入れようとするなら、宣伝の効果はたちまち消えうせる。というのは、 大衆に提供された素材を消化することも記憶することもできないからである。大衆の圧倒的多数は冷静な熟慮でなくむしろ感情的な感覚で考えや行動を決めるという女性的な素質と態度の持ち主である。だがこの感情は複雑なものではなく非常に単純で閉鎖的なものなのだ。そこには物事の際を識別するのではなく肯定か否定か 愛か憎しみか、正義か悪か、真実か嘘かだけが存在するのであり、半分は正しく、半分は違うなどということは決してあり得ないのである。アドルフ・ヒトラー、我が闘争より、部隊、装備スウェーデン軍の軍学隊軍隊は、国家が直接行動を命令できるため、プロパガンダに利用されやすい。このため、本来軍事行動には必要のない人員や装備が、配備されている。 多くの軍隊では国民や諸外国に正当性や正強さをアピールするため見栄えの良い宣伝用の写真や映像を多数公開しておりそれらの撮影のために第301映像写真中隊のような専門の部隊が編成されている特にアメリカ軍は兵器が運用される様子から休憩中の兵士に至るまでほぼ全ての広報写真をウィキメディアコモンズに投稿し ウィキペディアなどで自由に使えるようにしているが、公開されるのは軍に都合が良い写真だけである。アメリカ軍では、第二次世界大戦時に、隊員教育やプロパガンダ用の映画を制作するため、第一映画部隊を編成し、映画業界人を、徴兵扱いで多数動員していた。第二次世界大戦時のアメリカによる日系人の強制収容に対し、日本は、 白人の横暴の実例として宣伝し、日本の軍事行動はアジアの白人支配からの解放であると正当化した。アメリカではこれに対抗するため日系移民の志願者による部隊を急遽創設した。ブルーエンジェルス多くの空軍では実戦部隊以外にも極義飛行による広報活動を任務とする極義飛行隊を有している。これは国民向けに 極技飛行を広し軍への関心を高めることに加え、パイロットの技量を外国へ誇示する目的もある。使用する機体は、既存機の流用であっても、武装の撤去、スモーク発生装置の搭載、派手な塗装を施すなど実戦には、不適格な改造を施したり、すでに時代遅れとなった、副容器を極技専用に配備するなど、予算的に優遇されている。また、アメリカ軍では、 空軍、海軍、太平洋空軍など、複数の部隊が並存している。なおブルーエンジェルスは、第二次大戦終結により、海軍航空隊への国民の関心が低下し、予算の減額や空軍との統合など、権限縮小を危惧したチェスターニミッツ提督が、大衆の海軍航空兵力への関心を維持しておく、ことを意図して組織され、 1> 第1映画部隊は、アメリカ陸軍航空軍司令官だった、ヘンリー・アーノルド将軍が、陸軍航空軍の独立性を強調するためにも、独自の撮影部隊が必要だと考え、宣伝映画を担当していた。陸軍信号隊とは別の組織として、映画業界人に依頼して編成されたなど、宣伝部隊でありながら純粋な広報ではなく、政治的な意図で創設された例もある。自衛隊音楽祭り。 中央は自衛隊の歌姫、三宅ゆかり軍楽隊が担ってきた国賓栄誉令や軍の式典での音楽演奏は現代では録音した曲を流すことで代用できるが多くの軍楽隊では国家や行進曲を生演奏させるために音楽大学などで専門教育を受けた者を演奏専業の軍人として雇用している。これは警察音楽隊や消防音楽隊の多くが 一般職員の有志で編成されているのとは対照的である。軍楽隊は国民向けの広報演奏を行うこともあるが、その際は流行しているポップスなど国民の関心が高い曲を演奏することが多い。自衛隊では毎年大規模な音楽イベント、自衛隊音楽祭りを開催しているが、その演奏曲目の中で、行進曲や旧軍歌、自衛隊歌は一部に過ぎず、 大半は、ポップス、テレビドラマのテーマ音楽、アニメソング、民謡など自衛隊とは無関係な曲である。検証戦勝は名誉の負傷とされ、パープルハート賞のような戦勝賞の受賞式は、マスコミを通じて報道される。さらに戦死者は二階級特進の他に、英雄的な扱いを受け、戦時中には、英霊、軍神など神格化されることも多く、 爆弾三勇士のように愛国心を煽るために軍の宣伝として利用される例が多い。GGA 隊中央関越式関越式、艦兵式や関艦式は非実践的な訓練や兵力の移動が必要なため軍事的には無駄であるが軍の規律や能力をアピールする目的で定期的に行われている。また、式典のための礼装用の軍服が規定されている。北朝鮮では 車両や航空機の燃料を調達することも難しい状況であるが大規模な軍事パレードは定期的に行われている。航海板妻ず中トンチの開設記念行事、一般公開軍では退役した車両や航空機を展示する広報施設を整備したり、博物館に寄贈するなどしている。自衛隊では陸上自衛隊広報センター、海上自衛隊佐世保資料館、呉資料館、 航空自衛隊浜松広報官と陸海空それぞれ別の広報施設を有している。駐屯地などの軍事施設に部外者を立ち入らせることには警備上の問題が多いが国民の理解を得るという目的で多くの軍隊では特定の日に基地祭として公開している。特に駐屯地や基地周辺の住民に対しては別にツアーを用意していることが多い。多くの軍隊ではマスコミを 駐屯地、航空機、艦船をへ招待し、訓練の様子を報道させているが、これも事前にプログラムが組まれたツアーであり、軍は都合の良い部分だけをマスコミに見せることができる。海上自衛隊では、マスコミや用人を接待する専用艦、橋立てを保有している。民間の利用戦争映画の制作に協力することも、 あるが、軍が美化されるなどの作品には協力するが、都合の悪い作品には協力しないなど、軍側で協力の可否や程度をコントロールしている。1964年の米国映画、未知への飛行では、アメリカ軍の核兵器が適切に管理されていないことが前提の作品であるため協力を得られず、航空機の映像は一般公開されていた資料映像に頼っている。 1978年の角川映画、野生の証明も自衛隊が悪役であるため協力を得られず、アメリカ陸軍周辺の演習場などで映像を収録している。国家が戦争を遂行するためには国民に戦争するしか道がないことを信じ込ませるために国策プロパガンダが頻繁に行われる。アーサー・ポンソンビーは第一次世界大戦で イギリス政府が行った戦争プロパガンダを分析して主張されることに関する銃の要素を一下のように導き出した。我々は戦争をしたくはない。しかし敵側が一方的に戦争を望んだ。敵の指導者は悪魔のような人間だ。我々は領土や派遣のためではなく偉大な使命のために戦う。我々も誤って犠牲を出すことがある。だが、 敵はわざと残虐行為に及んでいる。敵は卑劣な兵器や戦略を用いている。我々の受けた被害は小さく、敵に与えた被害は甚大。芸術家や知識人も正義の戦いを支持している。我々の大義は神聖なものである。この正義に疑問を投げかけるものは裏切り者である。フランスの歴史家アンヌモレリは、 この重要素が第一次世界大戦に限らず、あらゆる戦争において共通していることを示した。そして、著書、戦争プロパガンダ10の法則の序文中で、私たちは、戦争が終わるたびに自分が騙されていたことに気づき、もう二度と騙されないぞと心に誓うが、再び戦争が始まると、証拠にもなくまた罠にはまってしまうと指摘している。もちろん、普通の人間は、戦争を望まない。 しかし最終的には政策を決めるのは国の指導者であって民主主義であれファシスト独裁であれ議会であれ共産主義独裁であれ国民を戦争に参加させるのは常に簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあるといい平和主義者を愛国心に欠けていると非難し国を危険にさらしていると主張する以外には何もする必要がない。 この方法はどんな国でも有効だ。ヘルマンゲイリング・ニュルンベルク裁判中、心理分析官、グスタフ・ギルバートに対して、グロパガンダには様々なメディア、媒体が利用されるが、マスメディアは一度に多くの対象に強烈なメッセージを送ることができるため、グロパガンダのようとして最も重要視されている。権威主義的国家では、マスメディアに対するな統制が行われ、 実質体制の宣伝期間となっているところもある。自由主義国家では、利益関係はさらに複雑なものがあり、体制からの圧力だけではなく、私企業、外国、政党、宗教、団体の影響を受け、自主的にプロパガンダを行うこともある。また、新聞社や雑誌社、テレビ局のスタッフなどの個人的心情が影響を与えることがある。 1933年当時、ドイツ国内のラジオ受信機の市場価格は、だいたい250マルク前後であった。これに対して、宣伝大臣、ゲッペルスの後押しで発売された、国民ラジオの価格は76マルクと極めて安価で、あり、どれほど、ラジオ宣伝の重要性を認識していたかが伺える。日本では1925年の放送局発足後、 太平洋戦争における日本の幸福に伴う海藻まで唯一の放送局だった社団法人日本放送協会は政府の宣伝機関であった。第二次世界大戦開戦後、ドイツはベルリンからアイルランド人の方法協が対平宣伝放送を担当し、スージクサリーと呼ばれるアメリカ女性が台米宣伝放送で活躍した。また、 日本も英語に堪能な女性パーソナリティ、通称東京ローズを起用し、太平洋戦域のアメリカ軍兵士向けに宣伝放送を行った。戦後彼らは共に反逆に問われた。シナジュヘンジの中華民国では南京のウグイスを放送した。その後の戦争でも朝鮮戦争でのソウルシティス、ベトナム戦争でのハノイハンナなどのプロパガンダパーソナリティが活躍した。 ソ連では第二次世界大戦中から国外への対外宣伝を行う機関としてドイツ語や日本語によるモスクワ放送と呼ばれる積極的な対外放送を行った。またアメリカもボイスオブアメリカやラジオフリーヨーロッパ、ラジオフリーアジアによる対外放送を行っている。近年は頻度が減ったが朝鮮半島の軍事境界線を挟んで複数スタックさせた。 高出力の拡声器を使用した宣伝放送が相互に行われていた。ルワンダ虐殺を煽ったラジオ局のように普段は音楽などを流すラジオ局が政治的先動を行うこともある。アラビア海に展開するアメリカ海軍の集停を疑問するアメリカの女優パメラ・アンダーソンプロパガンダを目的として国家や軍、政治団体やその支援者が映画を直接制作したり、 積極的に協力していることがある。ソ連では、レーニンのすべての芸術の中で最も重要なものは映画であるとの考えのもと、世界で最初の国立映画学校が作られ、共産主義プロパガンダ映画の技法として、モンタージュ理論が発明された。特に、エイゼンシュテインの作品がその代表である。1920年代のソ連映画は当時としては非常に革新的であり、 ダグラス・フェアバンクスなどのハリウッドの名刺、後のドイツの宣伝賞ゲッペルスを絶賛させている。また、この頃のソ連では、宣伝映画を地方上映できる、要移動可能な映写設備として、映画館を備えた列車、船舶、航空機を製造、活用している。編集することで対象を操作しようとした、モンタージュ理論は、現代の映画にも活かされている。 ベルリン陥落のように、スターリンを深刻化する国策プロパガンダ映画も作られた。同作はあまりにもプロパガンダ色が強く、スターリン批判によりソ連国内でも上映禁止となる。アメリカの映画産業は政府の要請よりも利潤追求が優先される。投資家に利益を還元する目的で経営者が選ばれ、市場においても 資本の合併と分割が営利を目的に繰り返される。憲法も裁判所も政府からの映画産業への介入を禁じている。しかし、第二次世界大戦下には数多くのプロパガンダ的作品が制作され、カサブランカは政府からのホワイトプロパガンダとの関連も指摘される。アメリカ映画は基本的にアメリカ人の時の視点によっている。暴力的で敵に対して 容赦をしない姿勢と自由主義の裏側を鋭く描く事故を告発する両面でバランスをとってきた結果として発展を遂げた。この意味でアメリカ人気質を飲み込んだ制作者が成功を収め権力と大衆の橋渡しを務める場合がある。大衆文化史におけるミッキーマウスなどがこの例である。観客も当然アメリカ人を対象としている。登場人物は英語を話し、 アメリカの価値観と心情を守る、不分立で形成される。映画の主題も、この原則からは、不足不利の関係にある。商品として輸出される場合は、音楽や文芸と同様に文化の先見体としての役割を果たす結果となる。また、時の視点により過去は味方として扱われた対象が、その後的、もしくは憎悪の対象として扱われるケースも多い。アメリカ政府は、 基本的に国内における人気が支持基盤に直結する点を熟知しており、大衆に対して正義、公正、真実を守るための運動を提唱し、賛同を求めようとする。ここでは事実の強さ、迅速さ、正確さが優先されるニュースが主眼であり、映画の順位は相対的に低い。近年はアメリカ国内における階層格差が 深刻化した結果、統合させる、思想面の弱体化を普遍的価値観の一つである、家族愛で代用することが、あからさまになってきている反面、同時に、マイケル・ムーアなどの社会国発的な映画が暗い面を、指摘するなど全体としての先細りも指摘される。満州国では、満州映画協会により、日満有効の国策宣伝映画が、数多く制作され、 日本や満州などで上映された。人気女優リコーランは中国語が堪能な日本人であったが中国人女優、また歌手として絶大な人気を集めた。また、同盟国である日本とドイツの友好関係を醸成するために日独共同で新しき土などの映画が制作されている。ハーイマレーオ機械戦のポスター。日本では1939年。 国策に則っ,った映画を制作させる映画法が制定されている。これにより設立された日本映画社が日本ニュースなどのプロパガンダ映画の制作に関与特に太平洋戦争の開戦後は戦意高揚映画と称される戦争映画が盛んに制作され東方映画が制作した加藤春戦闘隊は陸軍が全面協力で実物の戦闘機が多数登場する。 ほか、つぶらや英二が開発した特撮技法が駆使されるなど、日本映画史においても重要な作品が多数、撮影されている。またヨカレンを描いた、決戦の大空へは、映画だけでなく、挿入歌、若わの歌も、大ヒットを記録した。1945年の敗戦後は、このような国作映画は撮影されなくなったが、1990年代以降、防衛省。 自衛隊がゴジラなど怪獣映画男たちの山とマトなどの戦争映画守ってあげたいなどの自衛隊をテーマにした映画に協力しているがこれらは映画を利用した自衛隊の宣伝という指摘もあるイギリスの植民地であった香港では1997年に中華人民共和国に返還されるまで映画の上映が始まる前に イギリス国家の演奏が必ず行われたほか、地元資本のゴールデンハーベストの作品においても、イギリス植民地軍や警察は常に、まさしき側として扱われた。さらに、映画の内容は、イギリス植民地政府の検閲を必ず受けることとなっており、これらの映画はいわば、イギリスによる植民地支配のツールの一つとして機能していた。ドイツのナチス政権は、絵画。 音楽など古いメディアだけでなく、新しいメディアである映画も重視した。映画産業を積極的に支援し、ナチス政権時代には1100本に上る映画が制作された。デニリー・フェンシュタールによる、医師の勝利や民族の祭典などは、その大胆な映像美から戦前は、世界的に高く評価された。しかし、戦後は一転して、典型的なナチプロパガンダと国評されるようになる。 また、コルベルクのように、大戦末期にもかかわらず、多くの資金や資材、多人数の軍人エキストラを動員して撮影された作品もある。建国から15年ほど経った北朝鮮において、映画など娯楽産業の宣伝効果を知り諸葛ポストの、席を狙った、金正日と朝鮮労働党鉱山派との間で、党内抗争が起こった。詳細は、 高山派北朝鮮国内文化事業をめぐる金、小日との闘争を参照のこと。俳優や女優、歌手は大衆にとって親しみやすい対象であるため、彼らへの交換を彼らが支持している対象への交換にすり替えることができる。現在もイラク戦争においてアメリカが使う手段として、キャンペーンやアピールに俳優や女優、歌手を起用したり、彼らを戦地へ遺問させ、 指揮を高める手法などがある。タイでは本編上映前に必ず国家演奏とともに国王肖像が投影され、観客はこれに対し総員規律で表敬することが義務付けられている。言論統制により新聞や書籍でもプロパガンダ的手法が取られる場合がある。第二次世界大戦中の日本の新聞やイギリスの タイムズ氏などが行った例では、記事の構成や社説などを操作し、対象への印象を悪化させたり、好ましい印象を与えたりする。例として、産経新聞は、保守層と財界のために、財政支援を受ける代償として、論調を転向した。国家が書籍を検閲し、発禁処分等を行うことで、反対意見を封殺することもある。ナチス政権下のドイツの文書が、 代表的である。内外を問わず、白書、各種政党機関紙や団体の宣伝冊子、国営新聞や政党新聞はその政党の主張に則っ,った報道を行うが、民間の新聞でもその新聞社の思想的背景や、株主や広告主などの資金源、または個人的心情からプロパガンダとなる報道を行うこともある。アメリカでは新聞社も 立場が保守とリベラルに分かれることが許容されており、また、それが、当然視されている。また、政府のみならず、企業によっても、意図的な言葉や、単語の言い換え、使い替えも行われる。例えば、第二次世界大戦後のドイツにおいては、ナチス党が自由選挙によって選ばれたにもかかわらず、ナチス政権下において行われたことは、ナチス党とその関係者のみが言ったことで、 ドイツ人の総意として行われたわけではない。つまり、近隣諸国やユダヤ人のみならず、ナチス党政権下のドイツ人も、また被害者であるという理論のすり替えがなされ、それを象徴する言葉として、ナチスドイツという造語が、ドイツという国家と切り離されて使われ、結果的にこの理論を手助けすることとなっている。写真レーニンとスターリン。本作は、合成写真と言われているが、未確認で、 どのように創作されたのかも、憶測の意を出ていない。1922年。1920年代に実用的な小型カメラが開発されたことから報道写真が急速に発展した。これに対応し政治家や独裁者の報道写真が、新聞や雑誌、ポスターに使われるのみならず、肖像写真が出回ることになる。例として、イタリアのファシスト党党首のベニート・ムッソリーには、 自らのサイン入りのブローマイドを全国にばらまいたほか、中華人民共和国やソビエト連邦、北朝鮮などの一党独裁制の共産主義国家を中心に独裁者の正当性や権威を高めるために合成写真が作られたり、逆に出脚した有力者を集合写真から削除することすら行われた。グラフ氏による宣伝活動また報道写真の発展に伴い、 フォトモンタージュなど多くの撮影、編集技法や利用法が生み出される。多くの民間写真雑誌が創刊されたが、国家や軍などもその宣伝効果に着目し、機関紙や国策会社からの出版という形で世界中で創刊された。これら国策で出版された雑誌は、採算を度外視して資材や人員を投入したため、非常に技術的完成度が高いものが多い。 しかし、第二次世界大戦後、テレビの普及により、徐々に衰退する。国策グラフ誌のレネット風評監視サービスも参照のこと。1910年1911年にかけての、満州における薬病の犠牲者の写真。ウィキペディアで2005年から2009年にわたって、日本軍の731部隊に投棄された遺体と、懸伝された。現実世界で、 既存の集団、国家、勢力が、道具、手段として利用するケースのほか、近年の傾向として、掲示板サイトそのものが歪んだ連帯意識、独自の思想を育み、書き込みが自由である他掲示板、サイトウィキブログのコメント、投票形式サイトに支持掲示板で大勢を占めている、価値基準に則っ,った記事やレスポンスを退去書き込み、力を誇示するケースも増えつつある。 国家や団体などによるインターネットプロパガンダ組織には中国のゴモウ島、韓国のバンク、アメリカ合衆国のオール、ロシアのウェブブリゲイズ、ユダヤのジットフなどがある。第二次世界大戦時、イギリスで作成されたハインリヒヒムラーの肖像切手。当時のドイツではヒトラー以外の政治家肖像切手が使用されることは稀であったため、 ヒムラーの切手を寄贈して流通させることによってヒトラーの再疑心を誘いヒムラーの失脚を図った公共性や価値が高く極めて広く流通するため支配権の故事に用いられる紙幣や硬貨に国家指導者の肖像が彫刻印刷で入れられることが多いイギリスやイギリス連邦各国で切手に国王の横顔のシルエットが入れられているのをはじめ アメリカ合衆国のアメリカ合衆国ドルなど、共和制国家では、歴代の国家指導者の肖像画を、紙幣や硬貨に入れて使用している国も多い。そのため、1979年に、イランイスラム革命で国王が失脚したイランでは、紙幣に描かれた国王の肖像をすべて塗りつぶした。逆に、日本では、皇太子夫妻の肖像が、記念切手に使われた例が一度だけあるのみで、 在位中の天皇の肖像が、高歌に刻まれたり切手肖像になったりしたことは、一切ない。陛下のお顔が手垢にまみれるなど恐れ多いという、引くタブーがあるためであるとか、明治天皇が自身の肖像を切手や校歌に乗せることを嫌ったからだと言われるが、正確な理由は明らかではない。戦後、日本では国家主義や皇室礼参を評榜する。 右翼団体による外線車を使った行動での外線活動がしばしば見られる。使用される外線車は、大判の日照記や菊花紋章記を掲げ、団体名が対処された黒塗りの大型車であることが多く、取り付けられたスピーカーから大音量で、軍歌や演歌を流す、あるいは自らの政治的思想等を喧伝する。こうした右翼団体の構成員は少なからず暴力団員で、 あるために、反社会的な勢力と見られることや、大音量のスピーカーを使った、外線行為が騒音として、迷惑がられることも多い。選挙活動中に立候補者や政党が、名前等を連呼するために使用される選挙カーも、現代日本における一つの外線及び、プロパガンダと言える。国家に、愛国的な歌詞や他国を攻撃するような歌詞、原種を称える歌詞を挿入し、 繰り返し聞かせ、また歌わせることで洗脳していく。また、イギリスにおける希望と栄光の国やアメリカにおけるゴッドブレス、アメリカなどの第二国家的な愛国家や共産主義国におけるインターナショナルのような革命家や党家をあえて制作し、戦時のみならず平時においても国威発揚のためのツールとして国家と共に 様々な場面で流したりが唱させることも多い。いわゆる軍歌もこの手法の一つと言える。日本でも戦時になると、庶民的人気を誇る流行家に対する厳しい取り締まりが行われ、戦意公用を狙った戦時歌謡や軍国歌謡が政府や軍の主導だけでなく民間でも自主的に制作され、ラジオを通じて放送された。 敵国の音楽を悪い文化の象徴であると、権限する手法もあり、ナチスドイツではアメリカで始まり1920年代には、イギリスでも流行していたジャズを、シュレーゲームジークと呼び、アメリカ人が広める、大敗的な文化であるという、プロパガンダを流していた。ソビエト連邦など共産主義国家でも、同様にジャズや、ロックなどの西側の音楽を敵視するプロパガンダを、流していた。 ソ連や共産主義国家においては、社会主義革命を正当化させ、人民の団結を奨励する革命家が作られた。これらの曲は、事実上の共産党の党家であり、他の共産主義国のみならず、資本主義国における左翼的な労働組合運動においても歌われることがあった。なお、ドイツのナチス党も、旗を高く掲げようのような党家を国家内に広めた。 軍隊においても愛国心や団結精神の公用を狙った大化が舞台単位で制作され、式典の際に昭和される。代表的な第二国家や革命家、党家としては次のようなものがある。かつて日本においても君が世に変わり得る新国家や第二国家を作るいくつかの運動が起こり、各種の企業、団体が公募などで集めた歌より選び世に広めようとしたが、 GHQ の占領政策の影響もあり、その後の世代に伝えられなかった。第二次世界大戦時の日本では国家の統制管理下に芸術家らを置き、政府直轄の芸術家協会に所属させ表現を利用した。反体制主義の芸術家は東国、協会へ所属しない者は即召集とされた。日本の植民地であった台湾島での実話をもとに誇張、脚色した。 サヨンの鐘など、愛国美談として語られ制作されたものもある。ナチス党政権下のドイツでは、抽象画やモダンアート、アバンギャルド芸術やコンテンポラリーアートを大敗芸術と称し、かつて美術館が買い入れた作品を集め、大敗芸術展という美術展を各地で開催した。作品は、粗末に扱われ、罵倒に満ちた解説と国による、 購入価格も並べて展示された。大敗芸術展の挿入乗車数は300万人を超え、史上最大の観客数を集めた美術展となった。また、音楽分野でも大敗音楽展が開かれている。一方で、ナチストーンが奨励する芸術を集めた大ドイツ芸術展も開かれている。その内容はヒトラー好みのわかりやすい内容であり、 その描写方法や内容は敵であるはずのソ連の社会主義リアリズムにも類似する。古代から芸術家は権力者から飛護を受けることで芸術活動を行い作品が後世に残される可能性が高まる。現在名作とされる作品にも権力者の依頼により制作されたものが多くありその権力者を来参するために制作された作品も少なくない。近代以降 芸術の大衆化により、芸術家は必ずしも権力者から庇護を受ける必要はなくなったが、商業上の成功を目的として、作家自らが大衆の求めに応じる形で意図せずプロパガンダを助長する作品を制作する例も多い。また、権力や自流により、不本意ながら体制を称える作品を制作せざるを得なかった芸術家もいた。逆に体制に便乗して、 多少の不満は抑えて自分の才能を積極的に売り込むことを意図した芸術家もいた。また、ロシアアバンギャルド運動やプロレタリア文学のように芸術の表現により政治的な変革を目指すといったプロパガンダと不可分な芸術活動も存在する。一方でこうした芸術家はプロパガンダに協力したということで後に不当に低い芸術的評価を受けることもある。 藤田津は戦時中に戦争画を描いたことで戦後になって日本の美術界を追放されフランスで制作活動に従事せざるを得なくなった。それに対し体制側が事故が主張する政治信条に合わせた芸術を試行する傾向も見られる。例えば全く新しい体制を目指す場合は新進の芸術運動を保護し復古的体制を目指す場合には 復古的芸術運動を保護する。主要な人物記紋章、マークナチス政権当時のドイツ国国旗。現在のドイツなど複数の国では刑事行為自体が処罰の対象となる。旗や紋章はその所属する立場を分かりやすくし、プロパガンダの効果を高める。ドイツのナチス党によって使用されたハーケンクロイツは特に有名であり、現在もナチスの象徴として、 広く知られている。そのため欧米では似通った模様の万字の使用すら忌避される傾向がある。他にも共産主義の象徴としての赤旗、鎌と土、各国の国旗などが広く知られている。建造物、像、都市計画巨大建造物の建設は古代から異性者にとり自己の権力を誇示し、己の世界観を視覚的に宣伝する手段として用いられてきた。 現代でもそれは変わらず、異性者の権力を誇示し、イデオロギーを視覚的に宣伝する手段として、特に権威主義的中央集権国家でこれらの構造物が多く見られる。例えば新古典主義建築は、ナポレオン・ボナパルト地性下のフランスやナチス島、政権下のドイツ、ファシスト島政権時代のイタリアで多数建てられている。一方で貧困などの不都合な事実を隠すために、 立派な外観の建物やモデル村落などを作り、外国人や報道人などに公開する場合もある。こうした見せかけだけの建物は、ポチョムキン村と呼ばれる。特徴主要例ワシントン記念等自然物産、岩、海、川なども、民族や国家の象徴として、プロパガンダとなる。アメリカのラシモアさんのように、プロパガンダとして、自然物に手を加え、 環境破壊が発生することもある。ファッションは発言者の印象を大きく左右するために、イメージを向上させるために、様々な工夫が施される。また、独自の衣服を着ることでイメージを定着させる方式も、ある。集団で、独自の衣装を着、集団内での団結力の向上や、自作用を得ることもある。黄金の乱や、黄金の乱、ボリシェビキの皮 ファシスト党の黒シャツ隊、国家社会主義ドイツ労働者党突撃隊の茶色解禁シャツ、もう主席語録が筆形でこれを掲げて練り歩いた、後衛兵、日本の国旗や朝日旗を掲げて、デモ行進する行動する保守の事例が知られる。建国神話は国家の正当性を表すため、重要な位置を占める。また、人々に広く知られる伝説や物語はプロパガンダに、 利用されるものがある。革命により成立した共和制の人口国家は神話は持たない。ありがとうございます。